ロンパクチャンネルへようこそ。今回は千葉旅のイベント編ですね。ペットフェスタ稲毛に行った様子でございます。多くのワンコとお会いすることができたので、その様子をご覧ください。ワンちゃんの声とともに、どうぞ。ごめんなさい。そうだね。街並みがおしゃれに感じるのは俺だけかな。すっきりしてるんじゃない。店らしい店がないな。ヤシの木、南国はまだ40分もあるな。イサンで早く来すぎてる。湯がある。湯ほぼ入れちゃうよな。すごい道だね。コンビニの一つもないね。住むところではない。めっちゃ住んでるよ。ほら、あの中とかにはあるんだろうな、コンビニ。犬のイベントだけじゃない。駐車券ございません。ナンバープレート。もう腹減ったなね、おぐちゃん。暑くもなく寒くもなく。ダメよ、うーしない、うーしない。何その今の顔。うーってなってて、おぐちゃん。ヒノンちゃんとパピコちゃん、なんか美味しそうな名前。16歳。16歳なの。あらあらあら。でも見えないね。あ、かわいい。ごめんね、歩かせてね。リクちゃん。こんな風になってんだ。行けるところまで行ってみよう。涼しくて本当よかったね、あくちゃん。海よ、俺の海よ。おお、わあ、すごい。海だ、気持ちいいね。ここずーっとまっすぐですか、お店が。すごい長く並んでる。いや、有料席かな。クッション敷いてる ね、すごいいいお席ある。うまそう。ここ可愛い。じゃあ、はにゃ、もくちゃん、めっちゃ可愛い。おくちゃん、てんちゃん、てんちゃん可愛い。くまちゃんみたい。レオンちゃん、まさかのレオンちゃん。ハンドメイドなんですよね。そうなんですね。まさかね、出店者さんが知ってくださるとびっくりだよ。あら、またお会いした。あー、腕割れてるな。あらねねねね。あらねねねね。おまみちゃん。あらなんちゃん、あんなコロコロだったのに。あら、ちょっと。はい、こっちのなんちゃん。お猿さんなんちゃんだね。なんだ、疲れちゃった。うん、なんとも疲れちゃったんか。あ、いつもかわいい。毎日かわいいでしょ、あなた。ワンちゃんよ、かき氷100円だって。この辺が食べ物ゾーンなんだ。僕、食べ物だって。なんか食べよう。行ってみよう。気になるね。気になるね、ココアちゃん。かなり並びました。牛すじ煮込み丼。800円、うん、わお。うずらが2個も入ってる。1個ちょうだい。うずらが1個300円かな。どういうこと？いただきます。やばくてうまい。小僧六個に染み渡る。お腹減った。うずらの卵って嫌いだよね。だから1個ちょうだいって言ったじゃん今。嫌いじゃなかった。好きだから言ってんだけど。なんとか1個しかない。食べていいよ。まあ座りたまえよ。うまい。飲み屋じゃん。飲み屋だね。何切れ残すかがポイントだな。これはギリギリ怒られない範囲。これ以上減ったら怒られるなっていうところ限界までチャレンジしてみよう。こんぐらいかな。こんぐらい残っていれば許してくれるかな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ご飯です。いいの食べてあげようか、ね、ゆっくりを食べよう。ワンちゃんってなんで内地にならないのかな。サイズの問題かな、ね、あらららららら。あ、また横取りして。横取りを飲まないよ。ないよ。ワンカちゃん。うわー、おしゃれな名前してんの。ワンカちゃん。わー、かわいい。じ
ちゃんも可愛いね。さっきあの来た時になんかワークショップで後ろ姿を見かけた。わちゃわちゃして可愛い。なんでお座りしてんの。なんでお座りしてんの。待って待って。座りじゃ。やば。可愛い。あ、りんちゃん。あ、可愛い。もちろん。りんちゃん可愛いね。うずらちゃん。あ、可愛い。あくびした。あら、お座りして。わ、かわいい。あれ、ひまわりかな？買ってきます。ヤギミルクか。よく混ぜてた。ヤギミルクが液体じゃないんだ。あ、どうぞ。待って待って。あー、食べて食べて。あ、そうやって食べるかもしれない。あ、なななな。氷だけだとハクちゃん食べないから。ロンちゃんが出張ってる。ロンちゃんちょっとやりすぎだよ、お前。ずるい。わー、冷たくて気持ちいい。ずるっこだ、ずるっこ。はい、ごちそうさまでした。串焼きエビ900円が500円になって、ホタテ900円が700円になって、イカゲソ1000円。それは高い。ドインフレでちょっと我が家に手が出ませんので、中華並んでたからイカ種しか食べなかったね。またそこまで魅力的なものはそこなかった。そうかな。じゃあ牛タン祭、何牛タン食べたじゃん。藤森で食べたじゃん。いつの話だよ。お花見の時だよ。藤森で食べたの今が1時半ぐらいなので、宿まで1時間でしょ。そうすると2時半、ちょっと早いんで途中道の駅を、ただね、チェックイン自体も1時からできんだよね。ああいうところってさ、もうお部屋清掃とかないからさ、早くって遅いんだよね。12時チェックアウトとかじゃない、そう抜くぐらいしかないだろ。だからちょっと違うんだよね、ホテルとは。出入りも自由だしね、うん、ちょっと道の駅に行ってご飯食べようか。現金しか使えない。一応お酒買えなかったら困る、うん、朝ごはん最悪。ドーナツやわいです。あ、78円。全部合わせ450円。ね、今隣の車が事故ったんだけど。え、この奥、あそこに止まってるのと、そこの。あっぶね。出るとき？そう、出るとき。スーパー池田屋。魅力がありすぎて1500円分買った。おい、揚げ出し豆腐。いつ食べんのよ。夜レストラン行くんじゃないの。行くよ。寿司タコ米作り千枚に。千枚ね。あとタコ米ソースメンチカツ、ね、いつ食べんのマジで。なんなタコ米は有名らしいから。大学別に明日の朝ごはん。まあね。あ、お花もいっぱい売ってる。手作りチップス。なんかいろいろあった。カレーとか。へぇー、美味しそう。その人誰？カツミ。カツミさんより？カツミさんです。ここが、交流館だからいろんな全国のものが置いてある。全国道の駅物産交流館って書いてある。千葉の地酒、217円。4時だからやってない。顔はお子様のみ使用してください。ダメなんだ。じゃトリコにいる子供向けなんだ。宿まで2分1.7キロ。お野菜がいっぱい売ってたね。明日とかの方がいろいろ買えたかもしれない。ニジマスもなんか予約制だったよ。ニジマス自分で釣って焼いて食べるっていうのが予約制でやってるみたい。それも土日祝。唐突にあるって書いてあったな。あー、ドキドキする。6分もあるからね。美人の湯、ボロボロですけど到底美人になれそうにないんだけど。明日になったら真相わかる。目的地は右側です。ご視聴ありがとうございました。イベント恒例のね、ワンチャンアルバムになってます。いろんな方に声させていただきました。ありがとうございます。でもね、何回か会ってる子にはね、お供持ち認定をし始めてる、うん、気候もね、ちょうどよく、ちょっとね、でも蒸してたけど、うん、ありがとうございました。今回初めてイベントに出店してる方が論博チャンネルを知ってて、ね、お店の方から声かけられて、そうびっくりしちゃった。メリブラさんで撮影した日の隣でワークショップやってた先生だったんだよね。私の声だーってやべやべやべと思ったら、で見てるんですって言ってもらってね。地球は狭い。
人気のね、先生でさ、見てたら作りたいと思ったんだけどさ、メリブラさん車ないといけないからさ、ペーパーの私だとちょっと機会があったら習ってみたよね。出会いがあったイベントでございました。これからちょっと暑くなるのでなかなかイベントでお会いする機会っていうのは少なくなるかもしれませんが、会った時にはぜひ声させてください。 OM のワンちゃんお待ちしておりますというわけで、次回はお泊まりの様子になります。何年かぶりの車中泊、適当車中泊だよ、高田純次車中泊、ね、ご覧いただければと思います。今回はここまで、バイビー。